学校法人富士学園は日本の学校法人。設置者は服部ト平次。所在地は静岡県富士市平垣町一の一。以下、富士学園と称する。富士学園の目的は左の通りである。1948年の変更前の目的は左の通りである。富士学園の設置する学校、その設置年及び所在地は 左の通りである。年号は西暦による。公明はすべて静岡県を関するのが正式であるが省略する。廃止または改組した学校並びにその設置年及び廃止年は左の通りである。年号及び公明については右表の例を順用する。百二十七年に資産家のハット平次が静岡県富士見女学校を開設、翌年には 静岡県富士見高等女学校の設置が認可され、静岡県富士郡、鹿島村平二22番地に開校する。その後、休学生下において、静岡県富士高等実践女、学校、静岡県富士実務商業学校、後に、高州商業学校に昇格し、静岡県富士商業学校と改名。略称は、富士省を設置。 富士省設置に伴い財団法人静岡県富士商業学校が発足する。1944年太平洋戦争のために富士実践及び富士を廃止、法人名を財団法人富士学園と改め富士省の土地及び設備を利用し静岡県富士女子商業学校を設置する。戦後には学生改革によって富士女子省を廃止し、 富士見工場新生高等学校に再編し、静岡県富士見高等学校が設置される。同時に中学校を併設した。この中学校は、付属中学ではなく独立した学校として位置づけられたが、1970年に廃止された。しかし、2014年4月1日に、静岡県富士見中学校が再び設置され、中学校が復活する。 1950年、私立学校法施行に伴う組織変更を行い、財団法人富士学園を学校法人富士学園とする。富士女子賞の廃止依頼女子に対する専門的な商業教育は行っていなかったが、1952年に富士見高校商業科を設置、商業教育を復活する。その後も、社会情勢の変動に合わせて女子に高等不通。 教育及び専門教育を施してきたが、富士見高校が1994年より段階的に男女教学化を実施し、2000年には全家庭を教学化した。ありがとうございます。